皆さん、こんにちは。今回は水原一平さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。水原一平容疑者は、この先どうなるのか。ある人は、刑期を終えたら国外退去処分に、という見方をしています。現在、米国にいる父親は和食店への出勤もかなわない苦境に立たされているとの話があります。ドジャース大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者による違法賭博騒動によってアメリカに住む両親は人目を避けて生活せざるを得ない状況に追い込まれているといいます。本人もまた司法取引に応じたとしても長期の禁錮刑は免れないという噂があります。ロサンゼルス郊外の和食居酒屋で板前を務める水原容疑者の父親の秀正さん64は一連の騒動が発覚して以降出勤がかなわなくなっているそうです。父親が30年以上住む自宅は車で30分ほどの距離にあります。玄関には最近取り付けたとみられる監視カメラが目を光らせていますが一日中ひっそりと静まり返って夜も電気が灯りません。近隣ではもっぱらもう引っ越したのではないかと言われていました。それでも先日ご夫婦で歩いている姿を見かけたのですが表の玄関ではなく裏手のガレージのシャッターを開けて家に入っていきましたと目撃者は語っています。カリフォルニア州弁護士の資格を持つ東町法律事務所の村尾拓也弁護士が次のように言います。水原容疑者が問われている連邦法の銀行詐欺罪は禁錮30年以下または100万ドル以下の罰金が科せられます。もし司法取引をして次回の罪状認否で罪を認めるのであれば裁判所は陪審員裁判をせず量刑判断に入ります。交渉次第で司法取引の内容は変わってきますからここは弁護士の腕の見せ所でしょう。実際のところはといえば連邦法に基づく禁錮刑は法令と連邦の量刑ガイドラインによってコントロールされていますと語ります。元連邦検察官でカリフォルニア州弁護士のジョン・カービー氏はそう前置きしながら司法取引で有罪を受け入れた場合今回のように1600万ドルの損失だとその幅は禁錮51から63ヶ月となりますが当局がコンピューター使用など手口の巧妙さなどを理由に量刑を増やすよう主張すればこれが78から97ヶ月になるとしています。続けて被害額が1万ドルを超す銀行詐欺は米国の法律では過重的重罪に該当します。一平氏が米国の市民権を持っていなければ有罪判決を受けた場合は刑の終了後に国外退去処分の対象となるでしょうと語っています。つまり最もあり得るシナリオは4から8年ほどにわたって服役した後怒れる大谷ファンが国中にいる日本に帰国ということになるのだそうです。その時点でアメリカよりも日本での彼の知名度が高いのは間違いなく居心地の悪さは想像を絶するところです。約24億円を大谷翔平選手の口座から盗んでいた水原一平容疑者スーパースターの信頼を裏切った彼にはどんな未来が待ち受けているのでしょうか。世紀の賭博スキャンダルが明るみに出る前夜の3月20日水原容疑者は自身に疑念の目を向ける大谷選手に対し最後の賭けに出ていたと言われています。宿泊先の韓国のホテルで大谷選手と向き合った水原容疑者は説明を求める大谷選手にクラブハウスで説明したように僕の借金を翔平が肩代わりしたことにしてくれないかと懇願したそうです。しかし大谷選手がその提案に首を縦に振ることはなく最終的には話し合いの場に遠征に同行していた水原容疑者の妻も同席しチーム大谷の面々に罪を自白したとされています。長年の信頼を裏切り破滅を迎えた水原容疑者一部では大谷選手が裁判に情状証人として出廷して減刑を願い出るのではないかとの観測もあったのですが4月13日大谷選手はロサンゼルスタイムズの直撃取材にきっぱりこう答えていました。司法省の捜査に感謝している。自分の中ではこれで一区切り野球に集中したいとしています。水原容疑者にもこの騒動にももう関わりたくない
大谷選手のそんな強い意志が現れていました。ましてや上場承認で出廷などありえないでしょう。大谷選手からの絶縁宣言が世に出たその日、韓国遠征以降行方不明と伝えられていた水原容疑者は足かせをつけられた状態でロスの連邦地裁に現れました。法廷を取材した在米ジャーナリストはその様子をこう振り返っています。以前に比べて痩せた印象がありました。ずっとうつむいていましたが、諦めの境地からなのか表情はすっきりして見えた。普段から覇気がなくひょうひょうとしているんですが、そういうところは変わりなかった。裁判官からの問いかけに淡々とイエスとだけ繰り返していましたねと述べています。水原容疑者が罪に問われている銀行詐欺の罪は最大で禁錮30年。現地メディアによれば司法取引が行われ多少は減刑されるのではとの見方が伝えられています。しかしカリフォルニア州の放送関係者はまだ捜査は継続しており、どんな求刑になるかは流動的だと指摘しています。連邦地検が訴追したのは銀行詐欺ですが、それ以外にも余罪が指摘されているんです。現状分かっているだけで電信詐欺、加重個人情報 ID 窃盗、コンピューター詐欺、乱用防止違反の罪などで追起訴される可能性があります。加重 ID 窃盗は最低2年、最高5年の禁錮刑。コンピューターや携帯電話に不正にアクセスしたコンピューター詐欺、乱用防止違反は5年以下の懲役に処されます。最大の被害者である大谷選手が巨額の窃盗を訴えれば、水原容疑者は3年以下の禁錮刑や罰金が科されます。さらには彼がハマった違法賭博は国際的な資金洗浄にも関わってくる可能性もある。捜査関係者はこうした重大な余罪にも注視しており、捜査は終結したわけではないと放送関係者は述べています。現在指摘されている以上の罪に問われる可能性が残っているのです。犯罪の巨悪さから実刑はまず免れないでしょう。最悪の場合一生刑務所から出られないことも覚悟しなければなりませんと放送関係者は加えて述べています。例えば刑務所に収監された後、水原容疑者にはどんな生活が待ち受けるのでしょうか。アメリカの刑務所事情に詳しいジャーナリストは地獄のような生活が待っていると語っています。おそらくロサンゼルスの刑務所に入ることになると思いますが、そこでは麻薬取引や殺人で捕まった凶悪なギャングたちが幅を利かせています。囚人たちは自由にテレビを見られるので、スーパースター大谷選手を知らない者はいない。仲間を裏切った水原容疑者の評判は塀の中でも底辺でしょうね。こっちの刑務所では何よりもお金が物を言います。一文なしでは囚人からのいじめの対象になるかもしれませんとしています。大谷選手への接触禁止やパスポートの没収など様々な条件がついた水原容疑者の保釈、さらに裁判所からはギャンブル依存症の治療が課されましたが、このプログラムはどう進むのでしょうか。昭和大学教授で精神科医の岩波明氏によれば、自助グループでの活動が中心になると言います。グループミーティングで仲間の辛い経験談に耳を傾け、自らも語ることで自分がどういう状況にあるのか客観的に見つめ直していくのです。医者や家族のサポートがあっても患者とは立場や目線が違うので本音で語り合えません。同じ境遇にある他者の存在がない限りギャンブル依存症の克服は難しいとしています。しかし治療を続けても完治は難しいと言います。たった一杯のビールで元の木阿弥になってしまうアルコール依存症患者と同じです。これくらいなら遊びのうちと小さなギャンブルに手を出してしまったことがきっかけで賭ける時の興奮を思い出してしまう人は多い。治療を始めても半数以上が再びギャンブルに手を出してしまう恐ろしい病なのですとも語っています。水原容疑者の刑務所暮らしがいつまで続くかは定かではないのですが、ずっと近くで見守り続けた大谷選手ともう会うことはないと思われます。刑務所内のテレビに大谷選手が映った時、彼はどんな思いに駆られるのでしょうか。弁護士の八代秀樹氏が2024年4月16日 TBS 系昼帯に出演しました。ドジャース大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者が銀行詐欺容疑で訴追されたことについて言及しました。連邦検察によると水原容疑者は2021年11月
2024年1月にかけて大谷選手の口座に不正アクセスし、約24億5000万円を賭博の胴元に送金した疑いがあります。番組では国際弁護士の清原博氏が量刑は15年程度と見られていますが、司法取引で7年程度に減刑の可能性もあると指摘したことを紹介してました。八代氏は、通常はそのくらいの減刑になるのかもしれません、有罪の答弁をした場合です。ただ今回有罪答弁だけでなく司法取引をしていますので、その中にもしかしたらマフィアであったり黒幕であったりブックメーカーの人物たちを同じような銀行詐欺罪の共犯で立件できるような状況を水原容疑者が持っているかもしれない。そうだとしたら非常に情報の価値は高いことになるので、もしかしたら面積に近いところまで行く可能性は十分にあり得ると述べました。 MC のめぐみとしあきさんが、要するに今回 FBI であったりとか日本における国税庁とかが調べているのは大谷選手を捕まえたかったわけではなく、水原選手を捕まえたかったわけでもなく、違法賭博をやっている人物、胴元である、もっと言えばその背後のマフィア、そこら辺を捕まえたいから、その人たちに関する捕まえやすい情報をもし水原氏が提供したらより罪が軽くなると口にすると、八代氏はそうです、ですから水原容疑者が自分で払えないというような状況になった時に、君には大きなサポーターがいるじゃないかのような形で大谷からの不正送金を示唆するような共犯関係が立つようなことが情報提供としてなされたとしたら、それは非常にソースとしては大きいことになるんだろうなと思います、と話しました。水原一平氏に関しては裁判所へ向かう様子などが取り上げられていますが、水原一平氏の奥さんに関してはほとんど情報がありません。水原一平氏の奥さんは今どうしてるのでしょうか。水原一平氏の奥さんは2024年4月現在米カリフォルニア州オレンジ郡のニューポートビーチと呼ばれる高級住宅街にある自宅に戻っている可能性が高いです。2024年4月12の報道によると、4月8日の時点でニューポートビーチの自宅に水原一平氏が在宅していたとの情報がありました。報道によると、水原一平氏の自宅へ行った際の様子を以下のように説明していました。家の前にはアマゾンの段ボールが2箱あった。1箱は多いお茶、呼び鈴を鳴らすが反応はない。家の中から犬2匹の鳴き声がした。門番に電話してもらうと、ガチャと電話に出る音がした。門番と電話口で話す英語は水原一平の発音にそっくりだった。門番は、住人はあなたに会いたくないと言っていると言った。その他、家の前にアマゾンの段ボールがあったことや、誰かが門番からの電話に出たこと、そして電話口の声が水原一平氏にそっくりだったことから、水原一平氏が4月8日時点でニューポートビーチの自宅にいたことは間違いないでしょう。また、部屋の中からは犬2匹の鳴き声も聞こえていたとのことですので、愛犬家である水原一平氏の奥さんも一緒に自宅にいた可能性が高いと思われます。アマゾンの段ボールがおからいお茶など生活必需品だったことから、現在も水原一平氏と奥さんともに自宅に住み続けている可能性が高いでしょう。水原一平氏と奥さんは現在簡単には出歩けない状況のため、生活物資はネット注文していると思われます。大谷翔平選手の口座から勝手に多額のお金を引き出し、違法賭博に使用したとして逮捕された水原一平氏、その水原一平氏の奥さんについて亡くなった説が浮上しているのをご存知でしょうか。水原一平氏の奥さんについて調べてみると、真っ先に亡くなるという検索結果が出てくるのです。しかし当然のことながら、水原一平氏の奥さんが亡くなったという事実は一切ありませんでした。ではなぜ亡くなるという噂が生まれたのでしょうか。その理由として考えられるのは以下の2点です。1つ目は、借金額が巨額なため奥さんもマフィアに命を狙われる可能性があるというものです。水原一平氏は借金の返済が遅れた際に胴元であるマシュー・ボーヤー氏に脅されていたことが分かっています。水原容疑者が大谷選手に隠して大谷選手の口座から借金返済の送金をしていた、弱みにつけ込むような卑劣なやり方で追い詰めていたと述べています。逮捕されギャンブルの負債を返済できない水原一平氏ですが、あまりに負債額が巨額なため違法賭博の関係者、マフィアに命を狙われる可能性も指摘されています。
それは水原一平氏本人だけでなく、水原一平氏の奥さんも同様です。水原一平氏への見せしめのため、奥さんの命も狙われる可能性があるのです。そういった理由から亡くなるという噂につながった可能性があります。二つ目は、水原一平氏の奥さんにとってあまりに辛い状況が噂されています。水原一平氏の違法賭博が判明したタイミングは、水原一平氏の奥さんにとってかなり辛いタイミングだったと考えられます。水原一平氏の奥さんは今まで公に顔写真などを公表していませんでしたが、大谷翔平選手の妻まみこさんと共に顔出しを解禁した直後のドジャース解雇でした。このように水原一平氏の奥さんにとってあまりに辛い現在の状況から、水原一平の奥さんが亡くなるのではという心配の声が上がり、噂が広まってしまっていたようです。水原一平氏は賭博で買ったお金を愛人だけでなく自分の父親の口座にも送っていたとある動画では語られていました。この話が本当なら、水原一平という人は極悪非道すぎます。しかし水原一平の愛人疑惑がデマだと言われています。実は水原一平の愛人疑惑が出たのは、米ロサンゼルスの連邦地検が出した起訴状が公開されたのをきっかけに愛人疑惑が出たのではないかと言われています。この起訴状の中に愛人について書かれていると言われていたようですが、東京新聞で翻訳されている文章を読んでみると、もしこの起訴状をもとに愛人説を作り上げたとしたら本当にお粗末な話です。水原一平氏の愛人疑惑に世間の反応は、多額のお金を騙し取ってしかも愛人もいるという軽蔑な眼差しでいるといった感じですが、信じていない人もいます。いかがだったでしょうか。今回は水原一平氏の近況と今後の展開について見てきました。水原一平氏が愛人に送金したという噂もありましたが、デマだと判断していいようです。愛人疑惑が出たのにはアメリカの連邦地検が出した起訴状からではないかと言われています。起訴状には一切愛人についての記述がありません。起訴状には大谷選手の事情聴取について、水原一平氏が銀行を騙していたこと、金払いについては心配する必要がないと堂本にメッセージを送っていること、野球カードの転売についてなどが書かれていました。とにかく今はどんな噂が立ってもおかしくない状況です。今後の推移を見守りたいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。